エディ・マレー、エディ・クラレンス・マレー、エディ・クラレンス・マレー、1956年2月24日イは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の元プロ野球選手、一類種。ニックネームは、ステディ・エディ、ステディ・エディ、毛がなく安定して、好成績を残し続けられるため、史上3人目となる3000本安打、500本塁打を達成し、 史上最高のスイッチヒッターとの呼び声も高い。オジー・スミスとチームメイトだった。また、二人と同時期に NFL のニューヨーク・ジェッツのディフェンスコーディネーターも同高校へ通っていた。のドラフト三巡目、全体63位でボルチモア・オリオールズから指名を受けた。4月7日にメジャーデビュー。160試合に出場して打率。283。 28本類が88打点を記録し、バンプウィルスらを抑えて新人王に選出された。シーズン103進、104を喫したのは自身最初で最後であった。守備では、リーメイがこの年まで一塁手種を守り、マレーは指名打者での出場が多かった。翌年からは一塁手種としての出場が一気に増えた。あは、打率。 285.27本類が95打点、オプス836などの成績を残し、MVP 投票では8位に入った。和打率300.32本類が116打点、オプス873などの成績を残し、MVP 投票では6位に入った。和1981年の MLB ストライキの影響で22本類が、 78打点ながら2回を獲得した。和三率316.32本塁打、110打点、オプス940などの成績を残し、MVP 投票では、ロビンヨーンとに次ぐ2位に入った。自己最多の33本塁打を記録し、シルバースラッガー賞を初受賞。カルリップ県やエースのスコット・マクレガーなどと共に、チームのワールドシリーズ制覇に貢献し、 MVP 投票ではチームメイトのリプケンに次ぐ2位に入った。和田リ306.29本塁が110打点、オプス918などの成績を残し、MVP 投票では4位に入った。オフに日米野球で来日した際には、牧原博美から平和大球場史上最長と言われる場外、ホームランを放っている。和田リ 297.31本類が124打点、オプス906などの成績を残し、MVP 投票では5位に入った。12月14日にロサンゼルスドジャースにトレード移籍。89年から90年代前半はドジャース、ニューヨークメッツ、クリーブランドインディアンスと移籍しており、2は現役中ながらオリオールズでマレーの背番号。 33が永久欠番に指定されている。和打率330.26本塁が95打点、オプス934などの成績を残し、MVP 投票では5位に入った。インディアンス在籍時の6月30日、3000本安打を達成。ちなみに達成当時チームメイトにデイブ・ウィンフィールドが在籍しており、 史上二組目の三千本アンダ達成者が二人在籍となった。シーズン途中にフラッグシップトレードによって、オリオールズに復帰し、永久欠番である背番号33をつけてプレー同年9月6日に500本塁打を達成し、ハンク・アーロン、ウィリー・メイズに次いで、史上三人目となる三千本安打、500本塁打を達成した。なお、 MLB でシーズン40本塁打を記録しないまま通算500本塁打に到達したのはマレーが現時点で唯一である。は、アナハイム・エンゼルスに移籍し、1997年シーズン途中に再びドジャースに移籍して9月20日に現役引退を表明した。引退の翌6月7日に現役時代に最も活躍したオリオールズで正式に マレーの背番号33が永久決番に指定、決番表彰式が行われた。2、資格取得1年目でゲイリー・カーアッターと共にアメリカ野球伝道入りを果たした。引退後はからまでフルスオリオールズで一塁ベースコーチ、からまでインディアンス、からまでドジャースで打撃コーチを歴任している。 メジャーデビューした1977年から20年連続で75打点以上を記録しており、これはメジャー唯一の記録である。通算504本塁打は、スイッチヒッターとしては、ミッキー・マントル、536本打に次ぐ、歴代2位の記録だが、通算安打、通算打点はいずれもマントルを上回っており、しばしば史上最高のスイッチヒッターと称される。満塁本塁打を、 通算19本打っており、引退当時は歴代2位だったが、現在はアレックス・ロドリゲス、ルー・ゲイリック、マニー・ラミレスに次ぐ歴代4位となっている。スイッチヒッターとして、通算安打数や通算打点数では、ミッキー・マントルの記録を破っているが、3000本安打、500本塁打を達成したにもかかわらず、自身の打撃タイトルはの本塁打、打点の2冠のみである。しかし、 毎年怪我も少なく、主軸として3割30本類が、100打点前後の成績を達成して、試合に出続けた。その姿勢には後輩であり、連続出場の記録を持つカルリップ県にも大きく、影響を及ぼしたと言われる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。